日本シリーズ開幕2試合とも投手戦でした。いや投手戦という言い方がね、私はちょっと引っかかってね、投手戦というと何か動かないでこうなんか退屈な試合のように聞こえるんですけど、いい試合ですね、2試合とも。もうすごい、そうですね、素晴らしい野球です。野球とはこうあるべきだというのを野球やってましたね、うん、福島さんどうですかね、これもう。いやそれでね、実はね、今年の日本シリーズを見て、ちょうど30年前の、1991年のワールドシリーズを思い出すんですよ。お、なんですか。もうそっくりなんですよ。1991年のワールドシリーズっていうと、ミネソタツインズとアトランタブレーブスだったんですけど、共に前年最下位同士の対戦だったんです、はい、史上初めて前年最下位同士のワールドシリーズだったんですよ。あ、それあのメジャーでも初めてだったわけですか。はい、1903年に始まってから、しかも第7戦まで行って、うち5試合が1点差ゲーム、うち4試合がサヨナラ勝ち、なんとなくね似てるんですよね。そうなんですね、なるほど。要するにすごい接戦でもうあの緊張した試合をずっと続けたっていうことですね、はい、第7戦なんか9回終わって0対0なんですよ。おっと、延長に入って10回裏にツインズが1対0でサヨナラっていうね、いやこれ本当にメジャーリーグ史上に残る素晴らしいシリーズで、そうですか、シンデレラシリーズとして語り継がれてます。シンデレラシリーズね、いい言葉ですね、それは。要するにもう前の年最下位だったのに、あれですね、あのガラスの靴を持ってきた誰かがいたんでしょうね、それでもうお姫さんになっちゃって上まで行った2人が競ったっていうのはすごいな、そういう話が出てくる。シンデレラストーリーってやつですね。なるほどね。大隅さん、そういうサッカーの試合ってありました、ありましたね。いや、あの4試合1点差で勝ってる日本はシンデレラチックでしたね。なんかよれよれってさっき言われませんでした、それを。よれよれシンデレラです、シンデレラです。なるほどね、トンデレラシンデレラって昔ありましたね、そういえば。さて、あのここでなんか一本ニュース入ってきたんですけれども、はい、山本由伸投手が沢村賞を取ったそうです、はい、おーっと、はい、そうですね、いいですね、あの沢村賞はあのパリーグにも最近はなんていうか与えられるようになりましたからね。昔はセリーグだけだったんですよ。え、そうなんですか。そうなんですよね、はい、それが今最近はあのパリーグの選手もだったら山本選手がもうまあなんていうかぴったりでしょうね。ただ今日本シリーズやっているピッチャー、昨日も投げた高橋奎二投手ですかね。高橋奎二、はい、彼も良かったし、それからあのオリックスの、誰、宮城ですか。宮城20歳です、20歳ですよ、ねえ、20歳で5回6回の途中まで完全試合でしょ。はい、いや参った。それをまたね、あのベテラン青木が詰まりながらもヒットを打つっていうのは、あれはちょっと参りましたね、本当に素晴らしい。それには第一線の奥側も二、は、十、い、歳ですからね、はい、困りましたね。大隅さん、やっぱり若い選手使った方がいいっすね。いやサッカーとゴリ押しにくっつけようと思ってきましたけど、いや、あの年は関係ないと思って。あ、年は関係ない、なるほど、はいはい、なるほど、年は関係ないわけです。ですよね。あの福島さんどうですか。年は関係ないです。あ、年関係ないですね、まあ、はい。そうですか、はい、特にやっぱりベテランのね、あ、青木やっぱりすごかった、青木がね、青木が良かった、やっぱワールドシリーズの経験が生きてるんじゃないでしょうかね。おっと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 、彼の場合はそうですね、2015年でしたかね。2015年ですね、ロイヤル時代に出てましたから、はいはいはい、最後までご視聴していただき誠にありがとうございます。ノーボーダースポーツでは話題のスポーツニュースをオプエド視点でお届けしております。この機会にぜひチャンネル登録よろしくお願いします。